今日はクリスマスディナーで下味冷凍と冷凍ストックをメイン7品、番外編で簡単にできるクリスマスオードブルとデザートを2品ご紹介。忙しいお母さんの家事を時短してクリスマスを楽しく過ごしましょう。それではいきますよ。クリスマスに欠かせないフライドチキンの下味冷凍から。我が家は好みで手羽中なんですが、もも肉でも好きな部位で代用ができます。 2,3 箇所に穴を開けて熱を通りやすくして早速詰めていきます。卵を2つ入れたら牛乳 200ml 袋に流し入れて、にんにくチューブ大さじ1と保湿用に砂糖を小さじ1弱、薄力粉2カップにマキシマム小さじ1強、コンソメ大さじ1強、ガーリックソルト、これは少々入れます。袋に詰めて混ぜたら完成です。お肉は水で解凍しました。袋に移し替えて衣をつけていきます。揚げる直前で衣をたっぷりとつけましょう。バッター液に浸っている分、普段よりは時短ができます。油の温度を170度で揚げましょう。両面揚げたら2度揚げするとカリッと香ばしくなるので、きつねになったら完成です。本家に近い味でとっても美味しかったです。ローストビーフは冷凍ストックにしておけば当日はカットするだけ。マキシマムとガーリックソルトを全体的になじませます。ガーリックソルトももしなければ塩でいいんですが、ニンニクチューブを小さじ1ほどすり込ませてください。全面につけたら常温に戻しておいて焼きます。沸かしておいた熱湯を鍋に入れて火にかけてから焼きます。火は強火でフライパンを温めてから焼いていく。我が家は特別の日は必ずローストビーフを試食しておいておきます。カットだけなので当日がかなり時短になります。焼き終わったらラップを二重にして包み、肉汁が垂れないようにします。あとはジップロックに入れて空気を抜き、蓋を閉めて鍋の中に3分ほど。蓋をします。火を止めて15分つけておきましょう。お肉を焼いたフライパンでそのままソースを作ります。ちょっともくもくしていますが、普段ワインなんておしゃれなものなんてないんですが、クリスマスディナーを作るのに今回は特別に用意しました。お酒でも代用ができます。煮立ったら火を止めて、冷めたらジップバッグに入れてそのまま冷凍します。やっぱり美味しかったです。クリスマスはオードブルが多いのでパスタも用意しておくとさらに楽です。中でもボロネーゼは何の料理も相性がいい。ひき肉を詰めたらケチャップ大さじ4、ウスターソース大さじ2、コンソメ大さじ1強、ニンニクチューブ小さじ1、空気を抜いて冷凍庫に保管します。揉み込みは軽くで大丈夫です。解凍は水で解凍しました。フライパンに出して火は中火、半解凍の場合は蓋をして弱めの中火で火が通ったらこのように軽く混ぜます。ダマが残っていても大丈夫です。この色になったらパスタを2分早く揚げて投入します。茹で汁は2杯ほど入れてなじませる。フライパンは中火のまま混ぜて絡んだら完成です。張り切って作りすぎましたが、お皿に盛り付けます。とっても美味しかったです。クリスマス用のピザは我が家は決まってプルコギ。中のプルコギを下味冷凍しておけば手間が省けます。下味冷凍の作り方は簡単。細切れ肉を詰めて、お好みでネギを入れる。味付けは我が家流ですが、醤油とみりんとお酒、あとお砂糖を入れたら出来上がりです。ニンニクチューブを加えると味がしっかりします。これもお好みで。袋を詰めて揉み込んで冷凍します。解凍してフライパンで焼き上げたプルコギを準備したら乗せるだけ。スーパーで売っている薄めの生地に切り込みを入れてアレンジをします。生地に4本の切り込みを入れて折りたたんでいきましょう。リースのような形になるので三角ゾーンに具材を乗せて、
あとはチーズやお好みでトマトを乗せてトースターで4分ほど焼けばすぐに完成できます。手間がかからないのに美味しくて可愛いピザ、バイシートでもできるので時間がある方はお試しください。出来上がりにベビーリーフを乗せても可愛くなりそうです。遠方から友人が来てくれていたので先駆けてクリスマス会をしました。個別で第2弾をやった2日目のクリスマス会、ローストチキンを作りました。大きいチキンは高いのでお手軽に手羽中で作ります。醤油大さじ3、酒大さじ 1.5、 みりん大さじ1弱、蜂蜜大さじ2、お砂糖大さじ1入れたら空気を抜いて冷凍庫へ保管します。解凍はお水で解凍しました。天板に乗せていきます。皮を下に向けてオーブン180度で約16分焼きます。反対側に転がして袋に余ったタレを塗ってもう一度180度で15分、トースターだと1200ワットで15分ひっくり返してタレを塗って10分ほど、下地冷凍で味がしみしみでとっても美味しかったです。本格的なビーフシチューを作りたくて、でもそんなに時間をかけたくない、そういう時に漬け込んで冷凍しておきます。ローストビーフに使った赤ワインと玉ねぎ、これをつけて空気を抜いて冷凍しておきましょう。解凍は水で解凍しました。ザルに出してお肉を取り出します。ここにさっと小麦粉をつけて表面を焼いていきましょう。火は強めの中火で全面を軽く焼き色をつける。表面が焼けたらお鍋に移してそのままのフライパンでバターを入れて玉ねぎ、これを強火で炒めていきます。玉ねぎを鍋に移してフライパンに水を 400ml 入れて沸騰させます。これをお肉の鍋に移したら赤ワインを戻して、落とし蓋を入れたら弱火で蓋をして2時間放置します。玉ねぎをザルでこすときに一緒に揚げてから味付けです。デミグラスソースにバター大さじ2、大人の味付けなので牛乳とお好みソース、蜂蜜でまろやかにしていきます。あとはお砂糖を足して15分間煮込んだら完成です。子供も好きな味付けのビーフシチュー完成です。クリスマスにオーブンをフル活動するのも一苦労なので、冷凍しておけるベーコンパイを仕込んでおくと当日に楽ができます。作り方は簡単。冷凍のパイシートを伸ばしてベーコンを挟んでつるい状にしていきます。薄く切ったベーコンでもいいですし、もともとカットしてあるベーコンでも大丈夫です。ベーコンの長さに合わせて生地を切りましょう。ベーコン以外でもリンゴジャムやフルーツジャム、ピスタチオクリームなどお好みのクリームを塗ってもいいです。折りたたんで串に刺すとツリー状の形にできるので、お好きな数を作ります。上の段は少し細くなるようにして刺すと形が整います。何本か作ったら天板に乗せてラップを重ね、当日まで冷凍しておきます。生地がくっつかないように並べてください。冷凍庫に保管していきます。当日に冷凍庫から出したら15分ほど常温に戻して、クッキングシートの上に乗せて卵黄を塗り、180度で様子を見ながら15分ほど焼きます。オーブントースターだと1200ワットで7、8分様子を見て焼く。子供がほとんど平らげてくれました。とっても美味しかったです。簡単に作れてクリスマスの雰囲気を出してくれるサラダもご紹介します。ミニトマトとモッツァレラチーズを半分にカット、トマトは中身をくり抜き上からかけてもいいです。チーズをトマトの上にのせるだけでクリスマスカラーに。さらにきゅうりと生ハムをカットして2つも丸めていきます。生ハムは半分にカットして2枚を重ねたら丸めます。
こんな感じに丸めたら、きゅうりも同じように丸めていきましょう。何個か作ったらお皿に散りばめて完成です。ランダムで持っても可愛いので、ぜひお試しください。マシュマロが大好きな息子と最近ハマっているクッキングを一緒に作ることにしました。ホワイトチョコをカップに入れて溶かしてつけます。プレッツェルを半分にカットして頭につけて、トナカイのベースを作り、あとはチョコペンで顔を作ってもらいました。自分で作ると何のこと美味しいそう。ケーキは当日食べるので、今回はお菓子にしました。簡単なのでぜひお試しください。キューヒンのクリスマス編、下味冷凍と冷凍ストックをご紹介しました。2日間に分けて食べましたが大好評で、次はいつクリスマスディナーにするって言ってもらいました。作り手は大変なんですけどね、子供に喜んでもらえると頑張りがいがあります。少しでも皆様が時短して楽ができますように。最近の投稿ペースが落ちていますが、体調不良で熱を出したり、とある勉強を今しています。2週に一度のペースがしばらく続くかもしれませんが、継続して投稿していくので、ぜひよろしくお願いします。今年のクリスマスはディズニーシーに行きました。夢の世界に包まれて幸せをたくさんもらったので、年末に向けてチャージができました。それではまたお会いできますように。ご視聴ありがとうございました。使用した食器の紹介と一緒にエンドロールです。Thank you.